皆さんこんにちは。力添え PLC シーケンス講座へようこそ。今回はキーエンス KV シリーズの PLC から、先日発売されたキーエンスの最新型 PLC KVX シリーズへのプログラム流用について解説します。2025年3月下旬に発売されたキーエンスの新型 PLC KVX シリーズ、イーサーキャットを搭載し、最大256軸のリアルタイムモーション制御が可能な最上位モデルです。これに合わせてプログラミングツール KV スタジオもバージョン11からバージョン12にバージョンアップし、 KVX シリーズに対応しました。そしてこの KVX シリーズでは PLC オープン準拠のプログラム環境が新たに導入されています。その影響で従来の KV シリーズのラダーやスクリプトを KVX に流用しようとするとエラーが出たり、うまく変換できないといったケースも出てきているんですね。そこで今回は KV8000 シリーズのプログラムを KVX シリーズで流用する場合、実際にどのような変換が行われるのかを検証していきます。今回の解説する内容はこちらです。 KVX 用プログラム画面を見てみよう。 KV8000 から KVX に機種変更したらどうなる。 KV8000 のラダーを KVX にコピーしてみた。 AI で KV スクリプトから ST に変換アシストでエラー回避。それでは早速順番に見ていきましょう。それでは KV スタジオバージョン12を開いてみましょう。プロジェクトを開く前の画面は以前と変わってませんね。ここで新規プロジェクトで PLC 機種を KVX500 に設定します。 KVX 用のワークスペースが立ち上がりました。見た目はこれまでとはかなり変わった感じですね。左側のプロジェクトウィンドウは見た目に少し変化はありますが、中身の構成はこれまでとほとんど同じです。そして右側には新たにツールボックスが表示されています。このツールボックスは以前の命令語マクロパレットと同じようなものですが、 KVX では一部のラダー命令がファンクションブロックに置き換わっているため、おそらく使用頻度が上がることを見越してデフォルトで表示されるようになったのかなと思います。また上部のメニューもほとんど同じですが、これまで ST スクリプトと表記されていた部分が ST に変わっています。 KVX シリーズではこれまでの KV スクリプトは使えず、 ST ストラクチャードテキストに統一されたということですね。各メニューの中身を軽く確認してみると、基本的な項目自体はこれまでと大きく変わってはいないようです。では試しに簡単なラダーを作ってみましょう。操作感はこれまでと変わらず、通常のラダーは問題なく作成できますね。ただ少し違う点として、コントロールリレーを入力した場合、例えば CR2000 と入力すると Always On という変数名が表示されます。これはあらかじめシステム変数として登録されているからなんですね。KVX では PLC オープンに準拠していて、ラダーでも変数ラダーが推奨されているため、それに合わせた仕様になっているということのようです。それではここからは KV8000 のプログラムを KVX で流用する方法について実際に検証していきます。まず最初に試すのはKV8000 のプロジェクトをそのまま機種変更して KVX に変換するという方法です。このやり方ではラダーやスクリプトだけでなく、プロジェクト全体を KVX 用に変換することになります。本来であればユニット構成やアドレスの割り付け、パラメータの見直しなども必要ですが、今回はその中でもプログラム部分がどのくらい変換できるかに注目して進めていきます。では KV スタジオバージョン12で KV8000 のプロジェクトを開いてみましょう。この時点では画面の見た目や操作感は
バージョン11とほとんど変わりませんね。ここからファイル、機種変更をクリックして PLC の機種として KVX500 を選択します。必要があればプロジェクト名やフォルダの保存先もここで変更しておきましょう。確認のメッセージが表示されたら OK でそのまま進めます。次にユニット構成の設定画面が出てきますので、戦闘 DM を10000、戦闘チャンネルを300に設定しておきます。変換が完了するとダダーが表示されました。このように一見すると問題なく変換されているように見えますね。ただし詳しく見ていくといくつか注意点があります。例えば CR2000 のようなコントロールリレーは先ほどのように変数には変換されず、従来通りデバイスのままになっています。またダダー内の一部に赤文字でインストAZRES と表示されている箇所があります。これは KV8000 で使用されていた ZRES ゾーンリセット命令が KVX ではそのまま使えないという意味です。この場合は KV8000 KVX 置き換えガイドというのがありますので、こちらで確認してみます。これを見てみるとビットデバイス用のゾーンリセットにはKVX では対応命令が用意されていないようです。その代わりにフォーブンを使用して置き換えますとの記載があります。ということは繰り返し処理を使ってリセットしていくのでしょうか。今回はシンプルに MR0 と MR1 だけなので、リセット命令を2つ並べて処理する形にしておきましょう。もっと汎用的に使えるようにしたい場合はユーザーファンクションブロックを作成するのも良さそうですね。このあたりは別の動画で試してみたいと思います。他にもライトタイムが変換されませんでした。こちらもライトタイムで検索してみると、 KVX ではライトカレンダータイムというファンクションブロックが用意されているようなので、それに置き換えましょう。次にスクリプト部分についても見てみましょう。KVX ではスクリプトが ST に統一されたため、見た目としてはセミコロンやコロンなど ST 特有の書式がついています。こちらは機種変更の段階で自動的に ST 形式に変換されているようで、特にエラーもなく問題なく表示されています。まとめると KV シリーズから KVX への機種変更はラダーもスクリプトもある程度そのまま移行可能です。ただし一部の命令は手動でファンクションブロックに置き換える必要があります。 KV スクリプトは自動的に ST の書式に変更されます。それでは次にラダーの一部をコピーして KVX に貼り付けた場合を見てみましょう。こちらに新しく KVX 用のワークスペースを開きました。先ほどの KV8000 のプロジェクトからラダーをコピーして貼り付けてみましょう。この時 KVX に変換して貼り付けますかというメッセージが表示されるので、はいを選んで貼り付けを実行します。貼り付けが完了すると見た目に少し変化がありますね。例えば CR2002 は Always On という変数名に変換されています。また KV のワークスペースが10列で KVX 用が13列なので、コイルの位置が10列目に来てしまってちょっと見栄えが悪いですね。これは編集メニューのラダーの整列で配置を整えておきます。ゾーンリセットやライトタイムなどの命令は先ほどと同じく変換されていませんね。この部分は先ほどと同じように手動でファンクションブロックに置き換えが必要です。今はそのままにしておきますね。さて問題は KV スクリプトの部分です。 KV スクリプトをそのまま貼り付けるとタイトルやコメントの文字が赤く表示されていたり、全ての行に赤い波線が出ているのが確認できます。これは構文エラーです。先ほども少し触れましたが、 ST では文末にセミコロンやコロンが必要だったり、文字列を表す記号が KV スクリプトと違っているため、そのまま貼り付けるとどうしてもエラーになってしまうんですね。つまり単純にコピペするだけでは
KV スクリプトは ST に変換されないということが分かりました。そこで次のチャプターでは AI を使って KV スクリプトを ST に変換する方法を解説します。まずはエラーが出ている ST ボックスを一度削除して新しく空の ST ボックスを挿入します。次に KV8000 のラダーに戻ってスクリプト部分のコードをコピーします。続いてチャット GPT を開きます。今回のモデルは新しくリリースされた O3 モデルを使用します。まずはコピーしたスクリプトを貼り付けておきましょう。ではいつもの通り魔法の言葉を作ります。今回も前回の動画と同様に基本の指示と修正指示に分けてプロンプトを作成します。まず基本の指示ですが、このようにプロンプトを作成しました。ここでのポイントはそのまま ST 言語にしてくださいという表現です。チャット GPT は ST の構文自体を PLC オープン、つまり IEC61131 の3準拠のルールに基づいてすでに理解しているようです。またこれは私の環境だけかもしれませんが、これまでにラダーやスクリプトを何度も入力してきた影響か、チャット GPT が内容をある程度読み取って簡略化するような修正を行ってくることもあります。そのため意図通りに変換してもらうためにそのまま ST にしてくださいと指示しています。次に修正指示のプロンプトですが、変数宣言は行わずデバイス名をそのまま使用する、サフィックスはそのまま使用する、プログラムの説明文は不要、コメントはそのまま残すの4点指示しています。そのうちの変数の部分とサフィックスについてですが、 IEC61131 の3では変数を推奨しているので、 KV スクリプトの例えば DM10 の表現を変数だと思ってしまうようです。そうすると変数名にはピリオドが使えないので、アンダーバーに変えて改めて変数宣言しようとしてしまいます。そのためこれはデバイスとサフィックスですよということを先に釘を刺しておきます。これでプロンプトは完成です。 ST の構文そのものはチャット GPT が理解していますので、取扱説明書や先ほどの命令変換の資料などは今回は添付しないでも大丈夫だと思います。ではこのスクリプトで実行してみましょう。コードが完成しました。こちらのコピーをクリックして KV スタジオに貼り付けます。どうでしょうか。先ほどのように赤い波線だらけの状態にはなっておらず、構文エラーのない綺麗な ST コードになっていますね。ついでにもう一つのスクリプトも同じように変換してみます。こちらもエラーなく変換が完了しました。このようにチャット GPT を使えば KV スクリプトを ST に正しく変換し構文エラーを回避することができます。スクリプトの行数が多い時にもこの方法はとても役立ちますね。いかがでしたでしょうか。今回は2025年3月に発売された KVX シリーズとそれに対応した KV スタジオバージョン12の最速レビューという形で KV8000 で作成したプログラムを KVX に変換した場合どうなるのかを検証してきました。まとめると、機種変更の場合はラダーもスクリプトも変換されますが、一部の命令は KVX 側に存在しないためファンクションブロックに手動で置き換えが必要です。ラダーのコピーペーストの場合は機種変更の時と同じですね。スクリプトをコピーする場合はそのまま貼り付けると構文エラーが大量発生してしまいました。なので今回ご紹介したようにチャット GPT を使ってあらかじめ ST に変換してから貼り付ける方法がおすすめです。今後 KVX シリーズを導入される方にはこの検証が少しでも参考になれば嬉しいです。この動画が役に立ったなと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご質問感想等コメント欄にお気軽にお書きください。それでは
以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴いただきありがとうございました。